本日は型取りの愛機作業を行いたいと思います。型取りはこの肩ですね、こう胸とかじゃなくて肘とかでもなくて肩とかね、ここをしっかり持って、これで愛機作業の演武と解説を行いたいと思います。はい、じゃあこう捕まえた時にですね、これをこう普通はこういう風にしてこう返すんですね。で返してこの二箇条の形にして愛機作業を行って技を行います。ただ吉丸先生もよく言ってたんですけど、本気でこういう風に肩を捕まれたらちょっとこうやってぐらいだ返すことができないというふうに言われています。だからこう掴めた時に当て身を入れる、ね、もしくはちょっと特殊な技術を使ってこういうふうにしてね、こういうふうにして二箇条を取ります。まあですがここは一応型ということでね、掴まれたら手首が返るというそういう型通りにこういう二箇条の形になったとしますね。ここからこれを切っていくんですけど、ちょっと頑張ってください。こう頑張った時にこう力でやると全然いかないですね、これはね。ですから愛作業を行って二箇条を切るんですね。こういうふうにして二箇条を切りますね。ですがなかなかね、力任せにね、こうして型取りでこうやって決めるのはなかなか難しい。本当にこの愛機作業という技術がなければこの形、型取りからね、二箇条を決めるというのは難しいと思いますね。はい、こういう感じですね。これは慣れるとね、片足上げた時手元が回ってはい、こうピュッとね、こう踏ん張りがないですね。踏ん張りがなくてもはい、ブーッと、ね、こういう風にして二箇条を決める。はい、はい、もう一つ、はい、今度はこうされて捕まえる、これを返すのがもう難しいですからね、このままこういうふうに返さないで、ね、技をかけます。これももちろん二箇条という型がないですから頑張ってよーし、なかなかこの形でね、二箇条でないのに愛機作業をするのは難しいですね。ですから力をこの力が流れるのが大事ですね。力が流れればスーッとこういうふうにして下に落とすことができます、ね、もう結構頑張ってるんですけどね、これをさらに全力で頑張ってます、はい、グラッと頑張って、はい、じゃあこれをアイキサにしますね。はい、愛機作業ありましたけど、これね、こっちからも掴んだからね、もうこれで掴んだ場合も愛機作業できます。これちょっと面白いですね。別に肩じゃなくてね、こういう胸でもですね、こういうところを軽く引っ掛ける、強く持つとダメですよ。いつも言ってますけどね、こうグッとこうやって持ったら逆にできなくなる。軽く引っ掛けるぐらいにしておいて、はい、こういうふうにして愛機作業をかけます。以上です。